で、え、ボドカさんどこまで公開してるんですか、個人情報は。名前以外っすね。え、名前以外、俺の情報はってこと。情報っす。で、色恋沙汰とかは公開してるんですか。色恋沙汰、はい、ネットの女となんか あれこれそれこれしたみたいな。いや違う違う、リアルの、リアルの、リアルの、いやリアルのはないっすね。あ、ないの、ね、ネットもないから全くそういう。好きじゃない女と付き合ってた方が多いから。ええ、好きじゃないのに付き合ってたんですか。はい、告白された。なんかそれは向こうから告白してきてってことですか。そうっす。で、まあ友達とかに煽られて付き合うみたいな感じですね。次のリングの女と付き合った方がいいっすよ、多分。3人で俺全然知らない。結構エグいのあるマップに。え、俺っすか。うん、え、俺のエグいやつですか。うん、いやないと思うんすけどね。あるやんって言ってるで。でも中学生の時とかじゃないですか、言ってて多分。あ、中学生の時か。だいぶ前の子供の頃の恋愛の話か。そうそうそう、最近のないっすよ。最近恋愛してないんで。恋愛なんかクソっすよ。クソっすか。はい、クソっす。こういう活動してるんやったら恋愛しない方がいいっすよ。ごとかさん、彼女は。はい、いるっすよ。いるっすよね。はい、今一緒に暮らしてるっす。もう結婚も多分するっすね。おお、てか絶対。え、どっちから行ったんすか。あ、いる。みんな冷静に。どっちから行ったってどういうことですか。結婚しようってですか。いや、あの付き合う。あ、俺っすよ。おお、ちなみにあれっすよね、好き、ちゃんと好きなんですよね。え、ちょっと、おい、もう、おい、来た、行って。一人は。メレル。ナイス。ナイス。ちなみに好きかどうかって、それは好きやろ。エグいって。いや、そんなですね。結婚決まってますみたいな。やついのに。誘導尋問やって。好きって言わせるために。残り時間は30秒。いや、やっぱでもいいっすね、ボルカさんのなんかそういうとこちょっと逆にね。そう、まあでも自分から告白したの今の彼女だけやな。まあ相当好きだったんすね。いやー、そうや、そうなんすよ。当時ね、相当好きやったんすよ。当時、マジで。今は、今よりさすがに。あ、まあ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 、付き合いてってなった時の方が好きじゃないですか。まあ、確かに一番楽しい時ですよね、恋愛が。今はもうね、うん、なんかね、家族みたいな感じになってきちゃってるから。2年とか2年半ぐらい住んで、まあ、だからそっちの好きなんですよね、どっちかっていうと。それはそれでいいっすね。デートとかどんくらいの頻度で行くんですか。いやでも最近は俺が配信ばっかやってるからあれやけど、でも週1ぐらいでは行ってたっすね。てかなんか時間あったら全然行くっすよ。おお、こういう配信やってると分かんなくないですか。なんかどんくらいのその頻度っていうか、うん、配信もしたいけど配信ばっかりしてたら怒られないんですか。ああ、最初は怒られるっすね。レプリケーター接近中。やっぱり怒られるね。でもある程度ゲームに理解ある人ってね、多分。V トールジェット起動。そうっすね。てかゲームやってるんで、全然自分の部屋で。ああ。俺もう変なんで、結構。変なんで。なんやろうな、なんかまあ。V トールジェット起動。配信者全員変やから。でもちょっと変わってるとこあるから、まあ、それに慣れてもらうまでが大変やったな。V トールジェット。言い方めちゃくちゃ悪く言うと調教しないとっすね。やっぱり配信者と付き合うんやったら嫁さんをまず調教するところから始まるんだ。そう、調教しないとやっぱり。なるほどね。そうね。V トールジェット起動。まだこれちなみに裏からも回れます。